はい、ラさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブンにてワクワクペイペイと三社合同キャンペーンの基準は実際に使ってみて検証ということで、今回はですね、現在開催中のキャンペーンについてちょっと気になることがあって検証してきましたので、それについてお伝えしていこうと思います。まあ気になることとして、すでにお題にも出ているんですが、現在 PayPay ペペでは2つ大きなキャンペーンが開催中です。 まずワクワクペーペーそして本日から始まった三者合同のキャンペーン、この二つですね。まあキャンペーンの詳細についてはご自身で確認してください。でですね、そこでふと思いまして、もしワクワクペーペーの時間帯、いわゆる11時から14時にセブンイレブンを利用したら、ワクワクペーペーもしくは三者合同キャンペーンのどちらが優先されるのか、その基準はというのが気になりました。 ま、それについては、一応三者合同キャンペーンの注意書きにはこのように出てまして、ちょっと読みます。キャンペーンの適用についてということで、PayPay ペイペイ決済でお支払いいただいた方に対し、付与する PayPay ペイペイボーナス金額はペ、PayPay イペイ利用特典同時開催中キャンペーンペ、PayPay イペイチャンスを含むとの関係で、 付与するるペー,ペーボーナス額がが最大とななよう自動的に割り当てがなされますとということであ、僕みたいなポンコツからすると、ちょっとですね、考えるのに時間がかかりました。まあ、ニュアンスとしたら、ワクワクペイペイの時間帯でもいいようになるよという感じに捉えていたんですけども、まあ、ここはですね、せっかくキャッシュレス系 VTuber の血が騒いできたので、まあ、僕なりにですね、早速検証してきました。まあ、検証する内容としたら、ワクワクペイペイの時間帯に2回セブンイレブンで買い物をして できました、まあ、お買い物した結果をですねそれぞれお伝えすると。 まず1回目はこちらですね。549円のお買い物をして、109円相当のペイペイ残高が戻ってきてます。なので、これは計算すると、549円かける20%なので、まあ、109円となります。なので、ここではワクワクペイペイのボーナスが付与されていますね。まあ、ちなみに僕はソフトバンクユーザーなので20%還元です。まあ、全然関係ないですけど、この初めて買った、豚骨焼きラーメンは結構美味しかったです。そして2回目こちらなんですよね。427円分のお買い物をしたら、100円の ペーペー残高が戻ってきてきいます、まあ、この時点でお気づきの方はいると思うんですけども、まあ、通常ですとこちらご覧の通りですねワクワク PayPay ペペの時間帯であれば427円のお買い物をしたらもともと20%還元なので計算すると85円戻ってくるはずなんですけどもご覧の通りですね今回の3社合同キャンペーンが適用されて100円戻ってきていますね。 ということでまとめると、まあソフトバンク、ワインモバイル、ヤフープレミアム会員の方の,方の,方の場合は20%還元なので、500円以上のお買い物をしたらワクワクペイペイが適用されて、500円未満のお買い物であれば3社合同キャンペーンが適用されるということかなと思っています。 で、通常の PayPay ペペユーザーの方の場合は10%還元なので、1000円以上のお買い物をしてワクワク PayPay ペペが適用されて、で、1000円未満のお買い物であれば3社合同キャンペーンが適用されるという感じかなと思います。ちょっとですね、検証に関しては、計算が間違ってる可能性もあるので、ぜひですね、僕が間違っていたら、まあ、計算式含めて遠慮なくですね、コメント欄に書き込んでください。僕も実際に検証したのはいいものの、ちょっとあんまり自信がないんですよね。 ま、この動画を通してお伝えしたかったことは、PayPay ペペを使うときは、ランチタイムはもう11時から14時はもうワクワク PayPay ペペ。それ以外の時間帯、例えば朝一、夕方、そして夜の時間帯に関しては、もう少額で三者合同キャンペーン。もうこの感じで使うのが一番効率的かなというふうに思っています。まあ、そんなの最初から知ってるわ、と思っていても、まあ、そこは心の中にしまっておいてください。じゃあ最初から検証する意味なくないって思われるかもしれないんですけども、まあ、僕としたらちょっとですね、気になったことでもあったので、またいい学びができたかなと思えたので、 全然 OK、です。まあそんなコーナーでですね今回はワクワクペイペイそして三者合同キャンペーンの基準についてお伝えをさせていただきましたということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました